ハロー、大家好、コナコです。ちょっとテスト期間というか11月テストを過ぎて編集する時間がないので、今日はノーカットで喋っていきたいと思います。マジで留学来てからいっぱいあげたいんだけど、あげる時間がないから、言いたいこととか紹介したい食べ物めっちゃあるのに話せてないの悔しいけど、まあ今日は来てから台湾人が優しすぎるっていう話をしていこうと思います。マジでね、優しすぎる。ちょっと最近、先週あった話なんだけど、そのテスト前でエナジードリンク買いに行こうと思って、あの寮の下に自販機あるから、そこでエナジードリンクを買おうと思って行ったんですよ。そしたらお金入れたのにドリンク出てこなくて、お釣りのとこバーってやっても戻ってこないし、お金だけ吸い取られてわーってなってて、そしたら後ろに並んでた2人組の子がどうしたのって聞いてくれて、お金入れたのに出てこないんですって説明して、めっちゃ片言の中国語で説明したら、多分中国語できないっていうのが分かってくれて、一緒にじゃあ事務室行こうって、事務室行って説明してくれて、お金入れたのに出ないんですっていうあれを細かく説明してくれて、でじゃあこうしたらいいよってその事務室の人が教えてくれたんだけど、それをうまく聞き取れてなかったから、それをゆっくり説明してくれて、あーマジでありがとうって言って、もうそれだけで本当に優しいじゃないですか。お金払ったのが戻ってこないと思ってたら戻ってきて、ありがとうってなったんですよ。もうその時点でもうすごいのに、さらにすごいことがあって、じゃあ他のドリンク買ってみたらって言って、いや他のドリンクじゃなくて今日寝たくなかったからこれが欲しかったんだよねって話したら、えじゃあうち来なよみたいな、うちの寮の部屋に似たようなそのドリンクと全く一緒じゃないけどエナジードリンクあるから来なよって言ってくる。えいいのって言ってついてって、そしたらレッドブルーが出てきて、はいこれあげるって言われて、えいくらだったのって聞いたら、いや学校がくれたやつだからお金なんかいらないよみたいな。優しくね、優しすぎじゃね、マジで感動したっていうお話。いやマジで感動した。それで昨日の前かな、日本からお菓子送られてきたから持ってった、ありがとうって言ってた。そうね、マジで台湾人優しいんだよ。その日本の荷物とかさ、上に持ってく時もさ、重いから扉とか開けれないのに、そしたらみんながファーって開けてくれて、ブフェブフェって言いながら全然いいよって感じでやってくれるし、なんかね、優しさを優しさと思ってないというか当たり前にやってくれるんだよね。それがもうすごい優しいって感じ。ノーカットでこれお届けできんのかな。ちょっとはカットするかもしれないけど、まあそれだけですね。めちゃめちゃ短い動画になってそう。まあただめっちゃ感動したよって話、優しすぎて。他にもね、受けた優しさっていうのはありすぎるんだけど、もう話し出したらキリがないぐらいみんな優しすぎるから、特に嬉しかった出来事を今日話しました。マジ来てよかった。ということで今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。シャツ大支援、バイバイ。